エドワード・ムーア、テッド・ケネディはアメリカ合衆国の政治家。所属政党は民主党。ケネディファミリーの一員で、ジョン・カイ・ケネディ第35代大統領の末弟。自身も連邦上院議員を1963年から2009年に死去するまで務めた。公式文書の署名には、エドワードの短縮系であるテッドを使用し、一般にもテッド・ケネディの名で知られた。 1932年2月22日、ジョセフ・ P ・ケネディ・シニアとローズ・ケネディ夫妻の間に9人目の子供として生まれる。男兄弟の中では4番目であった。連邦上院議員や大統領を務めたジョン・カイ・ケネディ、司法長官や連邦上院議員を務めたロバート・カイ・ケネディを兄に持つ。子供の頃は、父の仕事の都合によりアメリカやヨーロッパ各地を転々として過ごし、 転校を繰り返した。両親には末っ子であるために可愛がられたが、上の兄弟たちと比較された。ハイスクールは、ボストンのミルトンアカデミーに進学。成績は平凡だったが、フットボールを得意とし、その他にテニス、ホッケー、ディベート、演劇、グリークラブと幅広く活動した。1950年秋に、ハーバード大学に入学。1951年4月から、 アメリカ陸軍に2年間従軍。父が各方面に手を回したおかげで、朝鮮戦争に行くことはなく、憲兵としてパリの欧州連合軍最高司令部に勤務。週末はヨーロッパ各地を旅して回った。上等兵として名誉助隊。1953年の夏に大学に復学して1956年に卒業。バージニア大学ロースクールに進学。 学内での年次行事である模擬裁判では1位の成績を獲得した。ハーク国際法アカデミーにも席を置いた。1958年には樹形ジ,ジョンの上院議員の再選運動の責任者に指名された。向かって左からジョン、ロバート、エドワード1962年11月7日に民主党のマサチューセッツ州選室の連邦上院議員に当選した。 最初に上院に入った時、彼は年功序列を積んだ南部のメンバーに対して敬意を表する態度を維持して宣伝を避け委員会の仕事と地域の問題に焦点を合わせた。事務職で彼は自分の兄たちとたびたび比較されたもののどちらよりも愛想が良かった。上院では民主党上院院内幹事、司法委員長、労働委員長、厚生、教育、労働、 年金委員長を歴任した。1963年11月22日に、兄ジョンが暗殺された時は、上院本会議の議長席にいた。13時42分に通信社からのイタリ宮殿を、持った議会スタッフのリチャード・リーデルより、兄の暗殺を伝えられた。その後、姉のユーニスと共に、脳卒中で療養中の父ジョセフに、暗殺の方を伝えるため、ハイアニスポートに向かった。 1968年6月5日に、兄ロバートがカリフォルニアの予備選挙で勝利した時はサンフランシスコにいた。そして真夜中過ぎにロバートはロサンゼルスで狙撃され、翌日死亡した。ロバートの葬儀の際に彼は長辞を読み上げている。兄たちの死後、ケネリは13人の老いとめたちの親代わりとなった。また、義士ジンが、 アリストテレスオナシスと再婚する際には交渉役となった。1969年7月28日、パーティーで飲酒した後に自身が運転する車が、桟橋から海中に転落、同乗していたロバートの元選挙スタッフとの不倫及び飲酒運転のスキャンダルになることを恐れて警察に通報せず、また救助活動すら行わないままに現場から逃亡し、その後同乗者が死亡するという、 ジャパキディック事件を起こした。遺族との時短成立と地元警察の手心もあり実刑は免れたものの、この事件は当時大スキャンダルとなり、出馬が有力視されていた1972年の大統領選挙への出馬を断念する結果になった。最終的に民主党の大統領候補となったジョージ・マクガバンはケネリに副大統領候補になるよう打診したが誇示した。 1980年の大統領選でもまだを引き、民主党の指名獲得を逃した要因の一つとなった。大統領への道は立たれたものの、ケネディは上院議員として300以上の法案を総案し、法律として制定させた。自他ともに認めたリベラル派のケネディは、経済的、社会的正義を強調して政府が介入するのを擁護、したが共和党とも十分協力して、 妥協点を乱すことでも知られていた。ケネリは、1965年の移民及び国籍法、1971年の国民案法、1985年のコブラ健康保険条項、1986年の包括的反アパルトヘイト法、1990年のアメリカ障害者法、ダイアンホワイトエイズケア法、1991年の市民権法、 メンタルヘルスパリティ法、エスチップ子供の健康プログラム、子供を置き去りにしない法、エドワード・ M ・ケネディ・サーブ・アメリカ法を制定させた。バラック・オバマと共に2004年の大統領選では、自身の選挙ボランティアに参加した経験がある、民主党大統領候補のジョン・ケリー上院議員の貢献人として、ケリーを支援した。2008年、アメリカが衆国大統領選挙においても、 ケリーが引き続き出馬を望めば全面的に支持する意思を示していたが結局ケリーは2008年1月10日にバラク・オバマ上院議員支持を表明ケネリも27日にオバマ候補支持を表明した2008年5月17日ボストン市内の病院に緊急入院し悪性脳腫瘍と診断されたが適切に成功同年8月の民主党全国大会に出席し オバマ候補指示を訴えた。2009年1月20日、オバマ大統領の就任式に出席したが、その最中発作を起こし病院へ運ばれた。医師からは過労という診断が下され、その翌日には回復し退院した。アーリントン国立墓地にあるケネディの墓2009年8月25日、脳腫瘍のため死去。77歳を死去に際して、オバマ大統領は、 波外れた指導者の死去との声明を発表した。8月29日、葬儀がボストン市内の教会で行われ、オバマ大統領以下クリントン、ブッシュ、カーターなどが参列。チェロ奏者、ヨーヨーマヤ・テノール歌手、プラシド・ドミンゴによる演奏が行われた。棺はワシントン DC 郊外のアーリントン国立墓地の兄たちの墓の傍,の傍らに埋葬された。 2011年4月、エドワード・ M ・ケネディ米国上院議員研究所が、ボストンのマサチューセッツ大学ボストン校内、ジョン・カイ・ケネディ大統領図書館、博物館に隣接する場所に会場した。ジョン・ベネットと結婚、3人の子供を設けたが、1978年に、別居し1982年に正式に離婚した。その後、ビクトリア・レジーと再婚している。 ジョーンとの間に設けた長男エドワード・ジュニアは実業家、次男パトリックはロードアイランド州選出の会員議員である。パトリックは1994年の当選以降、連続発起の任期を務めたが、2010年2月に同年11月の中間選挙に出馬しないと述べ、政界から引退を表明した。1961年に、 サベナ航空548便墜落事故で死亡したフィギュアスケート選手のダドリー・リチャーズは大学時代のルームメイトであり大学卒業後もリチャーズが死去するまで信仰があったアメリカにとってケネディは別格の存在ニュースウィーク日本版に連載中の池上明のコラムニュースウィーク斜め読み2009年9月9日号より AB エドワード・ケネディ死去米政治の一時代に マクウォールストリート・ジャーナル日本版の記事。マクガバン氏を指名前民主党の大統領候補、朝日新聞昭和47年7月13日、夕刊、三判、一面、悲劇のケネディ王朝、最後の大物失う、産経新聞いざ2009年8月26日、アメリカンユニバーシティのイベントで支持を表明した。ケネディ会議員。 今年11月の中間選挙で不出馬を宣言 CNN.co.jp2010 年2月12日。ありがとうございます。